それでは18時30分を回りました。トモティブのハッピーストライク始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日のゲスト、ミュージックファム代表ミオさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお招きいただきありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今日実は初めましてなんですけど。そう、初めまして。はい、やり取りはこんなとかさせていただいてはい、なんとなんと音楽イベントを企画されているということで、はい、やっぱ我々ミュージシャンとしてはね、音楽イベントだとみたいななんだってみたいな首つくわけですよ、ね、ありがとうございます。はい、ということでね、今日はね30分間ちょっとたっぷりねお伝えしていきたいなと思っています。よろしくお願いします。ミュージックファームという、まあ、団体になるんですかね。団体というか音楽主催、そうですね、ミュージックファームっていうのがイベントの名前になるんですよ、うん、でそれが今年の10月15日に吉田町にある小山城ってご存知ですか。はいはい、知ってます。知ってますこの小山城の下に芝生広場があるんですけど、はい、そこの芝生広場で行う予定となっている子、はい、連れで楽しめる音楽イベントっていうのを、うんうんうん、テーマにやらせていただくイベントになります。はい、イベント名でございます。はい、なるほど、イベント名なんですね。そうなんです、紛らしくてすいません。それこそね、なんだろう、初めて聞く名前だなっていう方とかにもね、うん、ちょっと興味を持ってる方とかいると思うんですよね、おそらく。嬉しい、嬉しいです。SNS とかでもお見かけするので。ありがとうございます。なんだ、新しいイベントかみたいな風にざわついてるミュージシャンもいると思うんですよ。ざわついてほしいです ね、 まあね、もっともっと広まってねくれたらいいなと思うんですけれども。ありがとうございます。はい、なんかこうイベントをじゃあ主催してみようって思う、なんかきっかけかなんかあったんですか。そもそも私はリスナー側で本当にライブハウスとかフェスとか大好きで、はい、もう独身時代の青春はもう全てもうそれにかけてたようなところあるんですけどでいろいろ、まあ、ありまして、まあ、その年を重ねていく中で生活環境の変化もいろいろありまして、まあ、その中でちょうど去年こう自分の中でちょっと大きい節目というか大きな、うん、出来事がちょっと環境の中でありまして、その時に改めてこう自分の人生を見つめ直した時に、いやここで一回自分のやりたかったことやってみちゃおうみたいな感じで思って、でそれがやっぱり音楽っていうところが自分にとってすごくこう救いでもあったり、人生の道しるべだったりとか、すごくこう助けてもらってきたものだったので、もう自分がやっぱり音楽をこう楽しみたいっていうところから、あとはもう私今子供2人いるんですけど、はい、子供生まれるとどうしてもこうライブハウス離れじゃないですけど、こうやっぱちょっと行ってた場所に行けなくなるっていうこととかもあったりとかして、でやっぱそうなった時に自分が純粋に自分と自分の子供と、まあ、音楽楽しめる場所ができたらいいなって、それが同じように思ってる人とか同じようにこうそういう時間を持ちたいなと思ってる人たちと一緒に楽しめたらいいなっていうところをやっぱこう一番テーマにして、ちょっとじゃあそういうのを一回やってみようかと思って。あ、すごい、ちょっと無知ながらね飛び込んだ次第でございます。あ、一年放棄で始められたんですね。そうです。本当にじゃあもう昔からライブハウスやイベントなとかにはたくさん行かれてたんですね。あ、そうなんですよ。もうガンガン行きましてね、ガンガン県外遠征もよく行きましてね。あ、すごい本当大好きなんだ。じゃあ大好きなんです、うん、本当に。いや、もうだから光栄ですね、うん、こういう地元のミュージシャンの方だったりがこうやってらっしゃる番組にこう呼んでいただけるっていうのは本当にありがとうございます。そう言ってもらえるのがもうありがとうございます。ありがとうございます。私はまだまだね、こう静岡のミュージシャン界隈ではまだまだペーペーなんですけど、ね、本当にたくさんの先輩たちがいろんなこう道をたくさん作ってくれてて、うん、まあ、こういう配信とかもそうですよね、うん、紹介させてくれる先輩がいたりとか、ね、イベントにあるよなんて紹介してくれる先輩とかがいてこそなんですけどね、うん、まあ、イベント自体がやっぱこうなかなかこうやろうっていうとすっごい大変じゃないですか、うん、もうイベントの運営めちゃくちゃ大変で、
もうやることだらけなんですよね。本当にそうですね。やること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 って、そう次から次へとタスクが生まれてくるんですけど、うん、それをね、こう一点になってくれる主催者さんっていう存在、本当にもう出る側としてもありがたいんですよ。いやもう本当にありがとうございます。うん、もうそれこそ自分はどっちかっていうとこの大変さを分からぬまま始めたみたいなのがあるので、そうそう、無知ゆえに始められたみたいな、多分ちょっとこういろんな知識があって、ちょっとあこういうことが大変だって、多分もうね、うんうん、いろいろこうやってらっしゃる中で、あこういうところ大変だなって見えてらっしゃるところもあると思うんですけど、そういうのを逆に一切分かんなかったもんで、あなんかいけちゃったかなみたいな、やろうと思っちゃったかなみたいなところあるかもしれないですね。いやでもね、実際こうやろうかなと思って、自分が見る側で、うん、でも自分もじゃあイベントやろうかなと思って、開催までこぎつけることっていうのがもうなかなか難しくって、そこまでたどり着いたっていうのが、まあまあ一つも本当すごくって、でもね、このいくつもイベントをね、こう、ありがとうございます、ね、やってるっていうのは本当にすごいんですけど、早速ですけど、ちょっとイベントの方を紹介させていただきたいんですけれども、 ありがとうございます。本当にキンキンに、もう超キンキンにイベントあるので、まずこちらですね、小山城夜市、夜市、はい、そうです、はい、そうです、3月25日なんですけど、はい、先ほども話題に出ました吉田町の小山城、はい、はいはい、こちらでやられるイベントがあるんですね、はい、これ夕方からのスタートあ、そうですなんですね、はい、16時から20時までの、はい、イベントになってまして、今回その小山城夜市っていうイベントをもうやってらっしゃる方たちとこうご縁があって、うん、その方たちとちょっとイベントコラボしませんかっていうところで、音楽のステージの部門を、はい、私がちょっとやらせていただくっていう形で、はい、関わらせていただいてるんですけれども、はい、この小山城夜市さんっていうのがすごく素敵なこうコンセプトのあるイベントで、うん、いろいろコロナあったじゃないですか、うんうんうん、やっぱりこうミュージシャンの皆さんもすごく大変だったと思うんですけど、いろんなこうね、大変、もう瀕死ですよ我々は、ね、本当にすごいいろんな弊害があったと思うんですけど、でその中で小山城夜市さんはそのコロナによってで子どもたちの遊び場だったりとか思い出作りなんていうのもちょっと場所として奪われてしまうことが多かったなっていうところにちょっと寄り添うような形で、うんうん、そういう中でもそんな中でも子どもたちに思い出を作ってあげたいっていうところをすごく大事にされてるイベントでして、そういう夜市さんの中でこうじゃあ今度音楽もね一緒に子どもたちと、まあ、もちろん大人もそうですけど、うんうん、いらっしゃる方たちと一緒に楽しめたらっていうことで一緒にねチームになってやらせていただくようなイベントになっています。はい、はい、すごい。でそちらのね音楽ステージのイベントの方がこちらの画像になってます。オンパレードということで、はいはい、タイムテーブルも一緒に、ね、載ってますけれども、はい、小山城の芝生広場、はいはい、はい、芝生のね広いところがあるですけど、はい、そこでやらせていただきます。いやいいですね、夜の小山城いいですよ、とても風情があって、本当にもうちょうどそうなんかどうやら桜の開花ちょうどいい頃合いっぽいですね。そうなんですよ、そうすごくいいと思う、うん、こんなタイミングあるっていうくらいのそうナイスタイミングですね。そうなんですよ、小山城の私好きなところが赤い橋があって、うんはいはい、あそこすごいもう景色美しいんですよ、うん、あそこもねぜひ見てほしいんですけど、もう大好き小山城まさかそこまで小山城ご存知と思わなかったですもう何回も行ってるんですけど、あそうなんですか、いやじゃあぜひいらしていただけたら嬉しいです、ね、すごいね、イベントとしても見応えがあるようになってます。本当にステージもね充実してますので、小山城ちょっと行ったことないなっていう方もちょっとこうなんか試しに行ってみようかなっていう気持ちになっていただけないかなと思うんですけど、うん、すごいいいです、嬉しい。アーティストさんもたくさん出ます、本当に本当にたくさん出てくださいます、はい、で今回声掛けさせていただいたアーティストさんもそういうイベントのコンセプトだったりとか思いとかをもうすごくこうご理解していただいてというか、うん、もう本当に寄り添って、じゃあそういうイベントでもご協力しますっていう形で言ってくださったアーティストさんばかりなので、本当にそういうアーティストさん自身の素敵な音楽だったりとか思いっていうのもすごく響くものがたくさんあるのかなと思うので、そういうアーティストさんの届けてくれるものをぜひ
自分の心にね受け取りに来てもらえたら嬉しいなと思います。はい、ぜひね、イベントをずっと通して楽しめるようになってますのでね、お子さん連れてぜひね遊びに行っていただきたいなと思います。出演者の中でキャリーマイサンシャインさんの今日シーンが BGM で今かかってますので、はいはい、あれですね、おそらくいくらけいたさんの、あ、いくらけいたさん、失礼しました。まあもうどっちもいくらけいたさん歌ってますからね。そうそう、同じ人がそう、もうそのリンクがしてるのでね、トモティブさんちゃんと。一緒になってた。大変失礼いたしました。もうリンクされてる証拠ですね。はい、もうさすがでも。いくらけいたさんの楽曲がかかっておりますので、こちらもぜひチェックしていただいてですね、遊びに行ってください。小山城夜市、夜市オンパレード。はい。はい、はい、いいですね。吉田町ってなかなかこう音楽イベント。ガンって出てくることが少ないなという印象だったんですけどもね、こういうイベントが定着してくれたらなんかちょっといいですよね、嬉しくなっちゃいますそうですね、もう本当に吉田町っていうともう頂さんが、うん、あの吉田公園でやってらっしゃる、やってます、本当に大好きで、私も本当に尊敬すべきイベントだなと思ってまして、そういうね本当に頂さんあってもうこう吉田町の音楽のイメージっていうのがすごくこうなんだ定着してきているところだなというところで、こういったねちょっと県内アーティストさんなんか私のイベントではちょっと特化したような形でお呼びさせていただいているところがあるので、もう頂さんの良さも堪能しつつ、また私たちのイベントで、まあ、県内で活動されてるアーティストさんのことなんかも知っていただけたらっていうところで、より音楽で吉田町が盛り上がったらいいななんて陰ながら思っております、はい、いいですね、なんかそういうもうなんかもうなんか気持ちを込めて開催しようっていうのも本当に伝わってきますので、ぜひね主催者さんの気持ちがね届くと思いますから、ぜひイベント行ってください、よろしくお願いします。お願いします。そしてその次ですね、はい、4月30日はい、はい、なんて読めばいいんだ、アソボーランドね、アソボーランドにそうですそうです、ね、すごい可愛いんですよこのフライヤーが、これすごいこうあのアソボさんっていう、うん、縁日とサーカスをこうテーマにされた、うんうん、出展をされてる方がいて、でそのアソボさんのデザイナーさんがいつも作られてるんですけど、いつも本当に可愛いんですね、可愛い、本当に可愛い、そうすごい目を引くフライヤーなんですけど、そうなんですよ、はい、こちら4月30日日曜日富士ミルクランドで開催されます、富士ミルクランドでイベントってなんかいいですね、そうなんですよ、もうまたこの4月30日ってこうゴールデンウィークなんですよ、そうもうゴールデンウィークしたてみたいな、そうなんですよもうミルクランド行ったことあります？ミルクランドはねいつも通過なんですよね、あーなるほど、あの辺通るんですけど、うんうん、なんかちょうど通って寄ったことがないんですよ、あーなるほど、確かにこうもうちょっと上の方行くとこう大きいものがねいろいろこうありますけど、ミルクランドってなんて言ったってこう入場料無料なんですよ、すごーい、でかつ動物とも触れ合えて、うん、乗馬とかもねできたりとか、乗馬できるのすごい、キャンプもできたり、うん、いろいろこうできるですよね実は、うんうんうん、でやっぱそういうところでゴールデンウィーク中に開催されるということで本当にね誰でも来やすいようなイベントになってまして、うん、このアソボさんとも今回コラボさせていただくっていう、さっきの小山城陽一さんと同じような形でコラボさせていただいて、ステージの方を一緒にこうやらせてもらうっていう形にはなるんですけど、はいはい、このミルクランドでの開催の時には もちろんそのアソボさんっていうのが、うん、縁日サーカスってこう子どもたちが思いっきり遊べる環境を作るっていうのをね、うん、すごくテーマにしてらっしゃって、もう見た目から もうワクワクするようなで遊び自体もすごくワクワクするような空間を作ってくださってるので、もちろんお子様連れはすごく楽しんでいただけますし、出展者さんもかなり多い出展者さんいらっしゃるので。ワークショップもそうですし、うん、美味しい飲食のね出店者さんも多くいらっしゃるので、大人ももちろん楽しめるようなね、でなんならミルクランドワンちゃん連れでも大丈夫なので、わーすごいもうみんなでぜひ来ていただけたら
思います。そして文字通り家族全員行けますね、これは。そうなんですよ、大人も子供もみんなで遊ぼうなんで ね大人も子供もペットもそうそう、ね、本当にも本当に家族で遊べる環境で、ね、で今回その音楽ステージも野外で、野外気持ちいいわけですよ。いいな、でも本当にそこの野外で、あの今回3バンドの方は音楽は、はい、あのやらせてもらって、で他にねお菓子投げとか、お菓子投げ、靴飛ばしとかね、あのなんか懐かしい感じの家庭菜園教室とか、ちょっとそういう面白いこともやるんです、やっぱ遊ぼが、うんうん、遊びがテーマなので、なので音楽も遊びも目白押しなステージになっております。いやすごい、なんか雨天中止なんで、あのお天気になることになってね、本当に本当に来たのよ、本当野外イベントのね、本当そうですよ ねお天気お願いしますね、野外イベントの記念、お天気なんだけど、そう本当そうです、もう、ね、そう晴れてくれたら絶対気持ちがいい一日になりますからね、本当に富士山もテント見えますからね。そうなんですよね。でなんでこのドライブしながら、うん、ツーリングしながらってね、うん、すごいいいとこなので、あの本当にね、富士宮はね走るのにすごくいいんですよ。わかります、わかります、気持ちがいいのでね、あのぜひねこう家族でねドライブしながらなんかね、とってもいいんじゃないかなと思います、はい、いやーこれまで気になるよあもうこれ、ね、この時にミルクランドデビューしちゃってください。ミルクランドねすごい、なんかそう今ね気になったのがね、ライブもそうなんですけどね、はいはい、遊ぶ方の靴飛ばし、そうそう絶対楽しいと思うんですよ、すごい楽しみで靴飛ばし靴飛ばしってなんかドキワクワクしません？昔はほら靴なんか飛ばして子供遊ぶじゃないですか。そうです、昔の記憶ってまたこんな靴飛ばして汚してみたいな、そう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 ですよね、なるから、うんうん、あのなん許されるんですよ、靴飛ばして許されるの。そう、それそうなんですよ、しかももう一斉にみんなで靴飛ばして OK なんですよ。そう、それがねすごい面白い、そう靴飛ばしてオッケーなんてすごいイベントなのその発想も持ってるあそぼさんがめちゃくちゃ面白いんですよ。そういや子供の頃のワクワク覚えてるんだよって思って、そうなんですよ、ね、すっごいよ本当に、本当にね、あのライブイベントに関してね、あの私も困らないようにいろいろこうやらなければと思いつつも、今すっごい靴飛ばしするのを楽しみにしてるんで私いやでも自分も楽しんでこそですよ、やっぱそうやっぱ主催者さんでなんだかんだこうあちこちバタバタしてイベント中って忙しいと思うんですけど、うんうん、やっぱでも自身が楽しめてなければいけないと私は思ってますので、ね、ありがとうございます。本当に靴飛ばしすごい、あの動画とかで見たいですもん、あの動画あのあれなんですよ、前回イベントの時とかの動画もあるんで、あるんだ、そうなんですよ、ぜひあそぼさんのねインスタとかねチェックしてもらいたい、はい、めっちゃ面白いですよ、靴飛ばし靴飛ばし面白いです、ワクワクするでしょお友達そうしかも商品も出るらしい、景品か景品も出るらしいんでね、靴飛ばしで景品もらえるのやばいすごいですよね、激アツ激アツなんですよ、もう激アツです本当に、ね、いいですね、あの本当にゴールデンウィークなんでね、あのちょっとまあゴールデンウィークってなるとちょっと多少混んでても気持ちが高揚しますんで、うん、あ、そう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 ですね、出かけやすい、そうですね、うん、で子供の頃、まあ、全部のイベントに言えますけど、子供の頃 あそこ一緒に家族で行ったことあるなとか、うん、であの時ねもう何やったかあんまり覚えてないけどめちゃくちゃ楽しかったのを覚えてるっていうのは、うんうんうん、ずっと結構記憶に残るんで、あ、わかります本当に、ね、家族でそういう思い出作りを、ね、してほしいなと思います、ね、いやもう今すっごい素敵な言葉をいただきました、トモティブさん、本当そうですね、素直な気持ちとしてね、うん、こうもうぼやっとしか覚えてなくても楽しかったってすっごい大事な記憶だと思うんで、ね、あの時楽しかったなって、そんな楽しかったをもう一回覚えてると大人の時もう一回行ってみようかなってやっぱなりますんで、でそこをねこうぜひ子供のうちに刷り込んできてっていう、ね、大事ですよね、そういう経験大事ですよね、そう今もうすっごいトモティブさん、今音声をこうね、あ今ね配信してるから残りますけども録音してそのまま かけたいくらいのいいことしてましたトモティブさん、でもそれこそこう今までずっとコロナ禍でこう子供たちも行動を制限されてきて、うん、で我々がねあの子供だった頃当たり前にできたことがずっとできなくって、うん、もう本当もう狭苦しい思いをしてきたじゃないですか、うんうんうん、そこでもぜひねこうやっとこうまあ規制も緩和されてきて、うん、前よりもだいぶ動きやすくなりましたんで、うん、野外のイベントも本当大チャンスだと思うので、うんうん、
ね、せかもう今まででこもってた鬱憤を晴らしにじゃないけど、本当、うん、そうですね、本当、ね、そうです、もうそう、もう全開で楽しんでもらえると思うのでね、はい、本当にこうおのおの体調にだけは気をつけていただいてね、外で楽しく遊んでほしいなと、ね、思いますね。はい、もうぜひぜひお願いします。いやでもいいですね、子さんと一緒にっていうのがやっぱこうなかなかありそうでないっていうか、やっぱ先ほどおっしゃってたように、やっぱ子供ができて生活環境が変わったりとか、まあ、子供に限らずですね、生活環境の変化でライブハウスに行きにくくなってしまったとか、いつもやってたことをやらなくなってしまったっていう、まあ、大人になると結構あるあるだと思うんですけど、一緒に楽しめるに越したことはないですし、本当そうですね、ね、そう本当にこの楽しめるこう自分が大好きだったライブハウスっていう空間を諦めざるを得なくなってしまったみたいなね、そういう風にはやっぱなってほしくないので、ね、そういうこういうこう寄り添ってくれるイベントがあるっていうのは本当にね、音楽やってるね、ママさんパパさんたちには本当にね、このなんだろう、嬉しい、嬉しいと思うんですよね。本当にありがとうございます。やっぱもう本当にそれこそそういうところを自分としても目標としてるので、うん、そういうお言葉をいただけるとすごく励みになります。楽しみな方いっぱいいると思いますね。嬉しい、そう、嬉しいです。いいんだなって、やっぱこうなんかね、音楽イベントとかだと、機材がたくさんあったりとかして、うん、こうなかなかこう子さんを連れて行きにくいっていう方も多いと思うんですよ。例えば、向こうが、ね、いいって言ってもやっぱちょっとなつくて、おとなしくしてられるかなとか、ね、親御さんがやっぱ自身が心配だったりとか、ね、ね、こういつもより気を配る環境になることも多いのでね、結構気を使っちゃう方がたくさんいると思うんですけど、もう子さんと一緒にぜひ来てよって言ってくれるとすっごく行きやすくなると思うので、ありがとうございます、ね、本当に子育て中のパパさんママさんに寄り添ったイベントとして本当にね、定着してほしい頑張ります、してほしいなって頑張ります、思います。ありがとうございます。本当にもうそれこそこれトモティブさんにも来ていただきたいなと思うイベントがちょっとあるんですけど、それこそその開催地で小山城陽一開催地でミュージックファム開催地になってるその小山城のところで月に1回、はい、今月からオンブーケっていうイベントを始めたんですよ、でそれも基本的にこう子連れでもう皆さん来てください、まあ、もちろん子連れじゃなくても来てくださいはもう大前提なんですけど、この理由として1個音楽に関わるブースを作っていて、フリーセッションできるスペースっていうのを作ってあるんですよ。で今回置いたのは、まあ、ギターとカホンと、あとピアノとかのシェイカー、卵型のシェイカーとか、ギタレレとかね、ちょっと弦楽器主に置いたんですけど、もう身近に音楽に触れてもらうとか、それこそ身近に楽器に触れてもらうっていう機会を、まあ、子供も大人も作れたらいいなと思って、今さっきトモティブさんおっしゃってたみたく、機材とかあると子供壊しちゃうからとか、楽器屋さんとか例えば楽器見に行こうって言って見に行って、いやもうそれ触っちゃダメ、ダメダメってあるじゃないですか高いのだからもう何十万、ダメダメみたいなのあるじゃないですか、いるいるすごい見るですよね、ですよね、すごいそれを解消したいっていうところで、もう気軽に楽器に触れていいよって、まあ、それこそ置いてある楽器は、まあ、要はそれでも大丈夫みたいな楽器を置いてあるので安心して触っていただけるやつ、そうそうそうですそうですそうです、なのでもう本当にそういう形でこう ギターとかね、楽器とか音楽に気軽に触れてもらって、まあ、もうそれこそギターやなんやって楽器をやってらっしゃったね方たちは、持ち込めるものはね、アンプラグドだったら持ち込んでいただいてね、みんなで一緒にこうセッションしたりとか、そういう姿を自分のパパママが歌ってる、例えば歌ってる、楽器弾いてるっていう姿をお子さんにも見せてあげたいっていうところもあるので、そういうイベント月1で今月から始めて行ってるので、まあ、ぜひちょっとね音楽イベント少し行くのちょっと抵抗ある方なんかフラーっとそういうイベントにね来てもらって、ちょっと慣れてもらうのもいいのかなと思いますので、ぜひトモティブさんも歌いに来てください。歌っちゃう、歌ってくださいすごいスーパーフライ、いいですね。でもね、なんだろう、なかなかそう楽器に触れる機会、家にないと触らないじゃないですか、ね、なんで思想っていうとやっぱ気を使うしなって思ってる方なんか本当たくさんいると思うんですけど、でもなんかこうなんか触れてみてほしいなっていう思いがある親御さんもたくさんいると思うので、新しい、まあ、ちょっと選択肢の一つじゃないけど、ね、ちょっときっかけとしてね、なんだろう、本当
もう子供なんて本当に道が無数にあるわけだから、うんうんうん、その中にこう自分がこう今後 やりたいものやっていくものの選択肢を一つとして音楽楽器っていうのがあってもいいと思うので、うんうん、そういうのにね触れるきっかけとしてぜひねそういうのも活用していただいてね、あの楽しい思い出を作ってもらったらいいですよね。すごくもう本当に本当にその通りでございます、ね、本当に思います。本当に、ね、あのぜひぜひ3月25日そして4月30日ですね、あのまずは両イベントぜひ顔を出していただいてですね、はい、はい、親子家族でぜひねあの遊んでいっていただけたらなと思います。はい、お願いします。いやでもまさかこんなに近くにこんなにねあの すごい楽しそうなことしてる方がいるなんて思わなくて、いや嬉しいです ね本当にびっくりしましたけど、ね、ありがとうございます。あのイベント等の情報なんですけども、ツイッターインスタグラムですかね、はい、はい、あのテロップの方にもね先ほどから表示も出てますけども、はい、あのアカウントがございますので、はい、あのもしくはミュージックファームで検索をしていただいてですね、はい、あのイベント情報とフォローしていただくとねあのとても探しやすくなるかと思いますので、まだゴールデンウィークの行き先が決まってない方とかね、はい、週末の予定がちょっと空いてるなとかねそういった方ぜひねお出かけの選択肢の一つとしてね挙げていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。いやでもお子さんがいる方ならではの視点っていうのがやっぱあると思うよね、はい、ありがとうございます。あのそういう本当なんだろうあのパパママの味方みたいな、ね、感じもねしますね。もう本当そういう方から見ればもうヒーロー的なね存在になってしまう。これはいやもうヒーローなんてね恐れ多いというかおこがましいですけど本当にでもそういうあの実はそういう思いがあるよっていう方たちの思いにも寄り添えるようなイベントになれたらいいなと思っていますので、あのぜひそういうご意見なんかもね聞かせてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。いいですね。本当にでもね楽しそうで、あのなんせこうあの主催者さん自身がですねあの楽しめるイベントをやろうっていう機会がもうめちゃくちゃビンビン伝わってきますからもうね、やるぞっていう感じでね、やっぱこう音楽好きじゃないとできないですねこういうのはね本当に、ね、それこそねあの今後お子さん連れでなんか遊んでみたいよっていう、ねうん、方なんかもぜひぜひご意見等もねお寄せいただくと、あもうぜひ、ね、ますます皆さんでいいイベント作れるかと思いますので、ぜひぜひね遊んで楽しんで共有してっていう感じでねあのやっていただければいいかなと思います。いやもう本当にトモティブさんもうすっごいめちゃくちゃいいことをおっしゃってくださって、本当にみんなで作るというか、本当にこうしたいああしたいとかが集まってみんなでこう形にしていくっていうのがすごく面白いなと思うので、本当に自分一人だけではできないし、周りの支えてくださる人とかイベントに対して興味持ってくださる方がいてこそ成り立つイベントなので、ぜひみんなでまだ生まれたばかりのイベントなのであの一緒に作っていただけたら嬉しいなと思います。本当にトモティブさん、はい、すっごい素敵なコメントありがとうございます。いやいやもうなんか褒めすぎじゃね本音本音本音こっちからめっちゃ褒めすぎじゃないかもうこの数言ったらもうあと5分切りましたからね本音ですね。本当結構早いんですよ。本当ですね。はい、エンディングミュージックのうさぎゆんちゃんのうさ耳のすすめでお送りしております。いや結構ね30分ね、いや30分なんか喋れないよなんていう方もいるんですけど、結構秒ですからやっぱもうトモティブさんがうまいんだと思います喋らせるの。好き放題喋ってる好き放題喋ってるね、やっぱほ楽しいイベントの話なんてもう食いつく要素しかありませんね。なんといってもあっという間ですよ本当に楽しくお話しさせてもらってありがとうございます。いやいやそれこそ、ね、また今後も、ね、イベントたくさんやられていくと思いますので、何かこういやもうこれはもうめちゃくちゃ推しだからみたいなのがあったらぜひ、ね、スタジオに遊びに来て告知をバーンとしてもらうと、ね、あのいいと思いますので、わかりました、ありがとうございます、はい、嬉しいです、はい、ぜひ、ね、あの番組の方でもねあのこういいイベントあるんだみたいな人もねぜひね声かけてください、ね、よろしくお願いしますはい、というわけでねあっという間に30分です。4月31日そして まず3月25日か、はい、はい、ぜひねミュージックファームさんのイベント遊びに行ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは本日のゲスト、ミュージックファーム代表ミオさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょうどいいね。うん。はい、今日うさぎさ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 ん。はい、